こんばんは。あ、お誕生日おめでとう。ありがとう。今日はいろんな人にお誕生日おめでとうって言われて嬉しかったです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日めっちゃ配信してるかも。なので夜はちょっとそんなにやらないかもしれないけど、こんばんは、こんばんは、こんばんは。二十歳のメリーちゃん、こんばんは。ありがとう、誕生日おめでとう。ありがとうね。こんばんは。そう、なぎちゃんとお出かけした。今日はね、今日はひつまぶしじゃなくて、海鮮丼っていうのを食べに行きました、なぎと。そう、それでね、今日は普通にレッスンがあったんだけど、レッスンしてきて、レッスン終わった後になぎとお花見に行きました。なぎと夜桜を見に、一緒にデートに行きました。ごめんね、みんなと行けなくて。本当はみんなとでも行きたいけど、まだ桜咲いてた。でも満開ではなかったかもしれない。割ともう終わりなのかな、分かんないけど。ごめんね、みんなとも行ってあげたい、行ってあげたいっていうか行きたいけど、デートしてきた。そう、マカロンもらった。そう、メールにも載せたんだけど、天カロンをね買ってくれて、そうで、なんか屋台が出てたからいちご飴を食べたんだけど、そのいちご飴が硬くてすっごい歯の詰め物が取れそうになりました。とても、ひなちゃんから、え、絵のプレゼントが X に投稿されてた。嘘、そうなの、見てないんだけど。何それ、見てないんだけども、羨ましいでしょ。こんばんは。そう、17日と21日会いに行けることになった。え、本当に、あ、やった。そうね。え、そうなの、イラスト的し。残念でした。そう、今日は何を話すかっていうと、今日二十歳になって自分でお酒が買えるってなって、今日スーパーにお酒を買いに行ったら、年賀されるかなって思ったらされなくて、ちょっと悲しかった。されてもいいようにね、ちゃんと用意しといたのに、身分証をね。なんかされなくて、あれ、私って普通に大人に見えるのかなって思って、なんかどっちも、なんだろう、されてもされなくても悲しいけど、されたので、まあ悲しかったです。そう、されませんでした。そう、なんかもしされたとは、されされたらもう NGT のあれ、公式プロフィール見せればいいやんって思ってたけど、されなかった。外がうるさい。
そう、初めて買ったからさ、自分で年賀して欲しかった感じはするけどね。そうで、今日はね、そう、何のお酒、今日は何買ったっけ、なんかいっぱい買いましたそう、今日は何を話したいかなって、そう、あ、レモンサワー買った。あの、何を話したいかっていうと、あの、何が言いたかったんだっけな、あのね、何話したいんだっけ分かんない。そうですね、うんと、コメントを見なきゃ話せる。あの、そうなの、今日はあれなんです、あ、そう、二十歳の抱負だ、ありがとう教えてくれて。二十歳の抱負を昨日の配信、昨日っていうか、まあ今日っていうか、誕生日だったから、誕生日だったっていうか今日も誕生日なんですけど、あれ、なんかおかしいな、なんかおかしくなってる感覚が、今日も一応誕生日なんですけど、そう、今日私誕生日なんですよ。それで、あのそう、今日私実は誕生日でして、すごい自己主張強めみたいな感じになってるんだけど、誕生日なんですけど、そう、まあ二十歳の抱負をまだ話してなかったから話そうと思っておりまして、それで、あの、二十歳の抱負を話そうと思うんですけど、話してなかったから話そうかなって思うんだけど、ね、あ、お誕生日おめでとう、ありがとう。そう、まあ簡潔に言うと、私はやっぱりセンターっていうポジションにこだわりたいなって思ったから、二十歳は絶対にそのポジションになりたいっていうのがまず一つ目っていうか、一番強く思ってることで、そう、私はやっぱり真ん中に立つ人にすごく憧れがあるし、それは何も努力してなくてそのポジションに立てるわけじゃないって分かってるし、ちゃんと何努力しないとそこには選ばれないって分かってるんですけど、やっぱりセンターっていうポジションはやっぱりずっと憧れてきたし、分からない、自分の努力が足りてないのかもしれないけど、そのセンターにはやっぱり憧れがあるんですね、ずっとずっと。きっと4期で一番センターをしたいって思ってるくらいには、自分は NGT でセンターを取りたいと思ってこのグループに入ってきたから、だからコスセンターにはすごく人一倍に思い入れが強いから、だから自分がセンターじゃなかった時とかすごくいろいろ思うことはあって、そう、だから二十歳はセンターを目指す年にしたくて、やっぱり人によってはポジションは全然こだわらないとか、ポジションはただポジションだからどこにいても見てくれる人はいるよっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりセンターって必ず見られるし、必ずスポットライトが当たる場所だし、別に端っこだからつってスポットライトが当たらないって言ってるわけじゃないけど、端っこの人ってやっぱりなんだろうな、そう、見てくれてる人はね、見てくれてるって分かってるんですけど、やっぱりその注目度が違うじゃんっていうのはさ、ずっと私もファン、ずっとアイドルオタクだったから、そのセンターへの注目度ってすごく違うのって分かってるからこそ、すごくセンターに憧れがあって、あんまり19歳でアイドル、去年というか、あの19歳でのこの半年間は最初の方は言ってたんだけど、あんまり途中から言わなくなって、センターやりたいですって
言わなくなったんですけど、やっぱりセンターを目指したいなって思ったのは、やっぱりこういうことは言葉にして言っていかないと叶うものを叶わないかなって思ったので、志てか目標としてやっぱショールームで言っとこうかなって思いました。そう、まあそれでね、いろいろあるので、うん、やっぱりどこのポジション、うん、コンサートとかでも、うん、なんかコンサートとかでもやっぱり私は端っこにいることが多かったし、ほとんど端っこだったし、なんか序列っていうと生々しいんですけど、序列なんだろうな、この序列でこのポジションなのかって思っちゃうくらいの端っこだったんですけど、まああのきっと見てくれてる人はいるんだろうなって思ってやったんですね。と私はみんなのことを思ってるんですけど、どうですか見てくれたかな、わかんないけど、まあでもコンサートが終わって一段落ついてから、なんだろう、自分の中でいろいろ思うことはあって、それがいいことも悪いこともあったんですけど、やっぱりコンサートが終わってただ楽しかった、いい経験になったで終わりたくないし、なんかそれ以上に思うことがいっぱいあって、本当にだから、あのそう、いやありがとうみんな、嬉しい。そう、自分の弱点だったりとかもちゃんと分かってるし、分かってないのかもしれないけど、そう、まあ別に何が言いたいかってよく分かんないけど、私は別に上に押されてなくてもみんなから好かれてればそれでいいし、みんなが私のことを見てくれてればそれでいいっていうか、私は別にみんながいればそれでいいので、難しいよね。そう、悔しいことしかなくて、本当にマジで今日レッスンだったんだけど、なんか私誕生日に泣いたことなくて、そう、誕生日は毎年ねすごく笑ってるんですけど、ハートありがとう。そう、初めて悔し泣きをしました今日レッスンで。そう、自分はやっぱり
そう、二十歳になったことで余計そう今日絶対泣かないって決めてたのに、今日レッスンで散々泣いたから絶対に配信では泣かないって決めてたんだけど、二十歳になったから新しく目標をね自分で決めてやっていいんですけど、でも絶対誰にも負けたくないし、4期は全員ライバルだと思ってるし、仲間だかもしれないけどそれより私はライバルだと思うから、絶対に負けたくないから誰一人にも。だからこの二十歳あの20歳は絶対に誰みんなのことを追い抜かしてみせるし、それはどういう意味で追い抜かすって意味か分かんないけど、人気かもしれないし、そのポジションかもしれないし分からないけど、私は平和なのが嫌なので、何にしろ平和なのが嫌って言ったらちょっと語弊が生まれるかもしれないけど、別にバチバチしてるのが好きっていうわけではないけど、なんかなんだろう、平和な空気感がすごく嫌いで、私はなんかなんだろう、熱い、あもっとなんだろう、バチバチしたいってわけではないけど、もっとなんかなんだろう、なんか昔の NGT みたいなさ、もっと熱い感じで私はやりたくて、意味が分かってくれると嬉しいんですけど、そうぬるま湯なのが本当に嫌で、仲いいよ仲いいんだけど、そういうそう一期生さんみたいな NGT が好きだったから、なんだろう、別に今の NGT を否定しているわけでは全くなくて、そうなんだろうな、いいライバルでいたいっていう気持ちはあるから、なんかなんだろう、なんか嫌なんですよ、部活じゃない、そう部活ではないし、なんか志が分かんない、私は運営さんとかにどう思われてるのか分かんないけど、きっとね私の言動とか行動とかがまあどうなんだろうね、どう見えてるのか分かんないですけど、やる気がないと思われてたらそうかもしれないし、ショールームでどういう発言してるかとかも見てるのかもしれないけど、なんかなんて言うんだろう、なんか普通に私より志が低い人が私より前に出てるのはおかしいって思うし、なんでそれが許されるのかわからない、普通に志が低いってわからないよ、私が見てる部分以外にもそう本当は考えてるかもしれないし、全然わからないけど、そんなのなんだろう、行動とかがありえない行動してるのに私より前に出てるとか、普通にそういう世界じゃないですかでもまあそれにそれそういう世界なんだってこう割り切るしかないのかなって思ってる、でもそうしたら負けなんだなって思って、だからスタッフさんにも思ったことは全部言ってるし、やばい、今日言いたいことしか言ってないショールームで。こんばんは。私今日誕生日なんだよね。おもろ。
でもまあなんか話脱線しちゃったけど、私はやっぱりセンターっていうポジションを目指したいからこそ、なんかいろいろ思うことはありますけど、熱い気持ちを持ってない人がセンターをするのは嫌だから、なんか二十歳になったから本当はもっと大人な発言とかするべきなんだろうけど、そう、他者のこと言うのかどうかだって分かんないでしょ。それだってみんなが見えてるのは表面上じゃん、そんなの。それ言ったら私だってそうかもしれないけど、私はまだショールームで割とそう、これが素だからガチで、だからこれを受け止めてくれる人が、ひのさんに似てる？嘘。何か考え方とか。でもひのさん似てないと思うけど、私ひのさんはねきっと平和主義なんだろうよ。私は全く平和主義じゃないわけじゃないけど、違うことは違うと言いたいし、頑張ってる人が報われてほしいから自分も頑張るし、なんかちゃんと熱量が高い人が前に出てほしいから、ダメなことし、ダメなことっていうかそういうのをしてる人がさ前に出てるのはおかしいじゃん。やっぱり悲しいわけじゃないよ、悲しくはなくて、ただ悔しいだけです。そう、でも絶対見返してやると思って、この1年で実力でも歌でも、実力でも人気でも絶対見返してやるって思って頑張るので、二十歳は熱い気持ちで二十歳は頑張りたいし、20代、10代終わっちゃったからこそ若い子たちにはないもお仕事とかもきっとできるのかなって思うから、そう、お披露目から本当に成長して、本当に世の中は理不尽、そうだね、絶対この世界だけじゃないんだよ、こういうことは。理不尽なことしかないのが人生っていうか。そう、今はパフォーマンスレベルとかって客観視あんまりできないから、わからないかもしれん、わからないけど、うん、喉が鳴ったそう、できないかもしれないけど、でも絶対
今はね絶対4期確実なんですけど。そう、絶対4期じゃなくて NGT で一番になってやるって思って。ご飯食べてるよ。食べちゃった。に結果が出てる人もいるからさ、理不尽、大人を信じても意味がないから、裏切られるから、自分のことを信じる、結局自分が自分の目標をちゃんと持ってないとダメだと。分かんない、全員が全員悪いって言ってるわけじゃないけど、結局自分を信じた者勝ちだと思ってるから、誕生日からこんな泣いても、これは決心の涙なので、決して別に暗い配信をしているわけではないので、そう、今日レッスンやってきた、20日のね、20日4期イベントがあるので、来られる方は楽しんでください。私も端っこかもしれないけど、みんな見つけてね。自分軸で生きててダメなこともたくさんあると思うけどさ、やっぱり自分の意志が強く、自分はこうだから大丈夫って思ってないとダメだから、そう、なんか誕生日でここまでついの初めて見た、思い伝えてありがとう。なんか誕生日は、なんだろう、誕生日に目標を立てたからこそ、やっぱり思うことがいろいろあったので、今日のレッスンとかで、まあそれがスタッフさんに伝わって言ったけど、伝わってなかったとしても別にもう自分がちゃんと思ってればいいやって思って、ハートありがとう、ありがとうございます。大人はうまく使えない、大人はうまく使えないからさ。みんな見てるよ、本当に見てくれてる。今日めっちゃフルメイクしたんだよね。今日何と出かけする予定だった乃木が出かけしたんです。だからめっちゃメイクしたのに、レッスンで号泣して全部落ちて、あのそれから桜見に行って、だから夜桜見に行った頃にはメイク落ちてたけど。見てる人はちゃんと見てるから頑張って、ありがとう、ありがとうございます。そう、あの二十歳の目標すごく長くなっちゃった、それが一つで、あとはやっぱり NGT48 としての自分の地位をもっと確立したいし、あの先輩メンバーさんともっと仲良くなりたいです。シンプルに私は先輩にそんなに自分からグイいけるタイプでもないかもしれないので、分かんない、自分のことがあんまりよく分かってなくて、話しやすい方には割と話せるタイプなんだけど、自分の中で勝手に線引きとかしちゃう時があるので、そこがダメなところなんだけど、なんだろう、そうグイグイ言ってんのかな、分かんないけど、うん、そんな感じです、ウィンク。
昔の NGT という言葉嬉しかったです。だって私の知ってる NGT は今よりももっと熱かった。別に今を否定しているわけでは全くないので、そこは勘違いしないでほしいけど、もっといい意味でバチバチしてたのかな。それが表にも見えてた。なんだろう、ファンからも見てる側からもいい意味でバチバチしてるんだろうなっていうのが分かったし、そのメンバーさんもみんなガラッと変わってるから、そこは違くなってしまうのは当たり前なんだろうけど、だから入って半年しか経ってない私がこんなこと言っていいのか分からないけど、もっとバチバチしたいって思っちゃうその悪い意味でバチバチしたいわけではなく、本当になんだろうな、私はこれがまだ子供の考え方なのかもしれないですけど、なんか嫌なんですよ、なんか自分がこのポジションで妥当だとか思うのが嫌だし、なんか同期が私はここでいいやとか思ってるのが本当に嫌で、嫌っていうかなんでそう思っちゃうんだろうって思ってもっと高みを目指してみんなで頑張りたいし、なんか私はやっぱり上を目指すっていうと、やっぱり4期の中で一番、4期の中でセンターじゃなくて NGT の中でセンターを目指したいし、もっと上を行くとやっぱり48グループでとか、そのアイドル界でっていう話になっちゃうけど、やっぱり私は初めて、そう、これはあんま言ったことないっていうか初めて言うかもしれないんですけど、 NGT の先輩メンバーさんと初めてお顔を合わせした時に、4期の中でセンターじゃなくて NGT のセンター取りに来ましたって言ったんですね。それで多分びっくりさせちゃったっていうか、なんか嫌な声が入ってきたって思われてるかもしれないんですけど、それぐらい熱い気持ちを持って入ってきてたのに、なんか19歳でいろいろあったから忘れてたなって思って、その気持ちを。だから今年はもっとガツガツ行こうと思いますやっぱり、私は運営によって決められるものが本当に嫌いで、それが実力とか売り上げとか何かを考慮して見られているならいいけど、なんか理不尽な理由で決められてるものだったら本当にちょっと意味がわからないのであの別に誰を否定してるわけでも全くないんですけど、あのちょっと何が言いたいかわからないくなってしまったってもっと熱い気持ちを持ってこのグループに入ったんだったって思い出したんだ今日。そう思い出したんです、二十歳になって目標を改めて考えたんですね。ずっと考えてて、二十歳の目標何にしようって思ってて、そうね、思い出した時に私は、そう、なんかずっと同じ話してない？大丈夫かな？なんか初心、そう、
なんかもっと熱い気持ちでこのグループに入ってきてたし、なんかいい、そう、悪い意味でかな、悪い意味で慣れちゃった自分の置かれてるポジションに。なんかそう、あんまりそのなんだろう、あんまりポジションとかって変わったりしないものなんだろうけど、そうやって諦めてたら一生変わらないじゃん。お誕生日ありがとう、ありがとう、二十歳になりました今日で。そう、センター以外全員のメンバーが全員が思った当たり前のこと、そう、当たり前のことなのにそれを口に出さない人しかいなくて、あ、うん、あ、ごめんなさい、なんでもないけど、口に出していきたいじゃん。なんでみんな思ったことを言わないんだろうって。私がおかしいのかな、これは。これはきっと私がおかしいだけだ。ごめんね、なんでもない。うん。そう、みんな言葉にしないけど心には持ってるんだろうな。でも。そう、言葉にしてないだけできっと思ってるだけだと思うけど。だとしてももっとバチバチしようよって思っちゃう。そう、研究生だからなんか分かんない。私はなんか研究生ってもっと自分から行くもんだと思ってたの。なんかなんだろう、それがいい意味でも悪い意味でも研究生って自分からさ、チャンスって、チャンスが来たら自分から率先してとか、なんだろう、自分からそれを捨てるとかさ、でおかしくないって思うし、吉原は正しい、やめて、吉原やび。そう、そう、研究生だから得れることってやるんじゃないのって。なんか正規メンバーさんより研究生の方がバチバチしてないといけないんじゃないのかなって思うから、4期はもっと、私は個人的にはもうちょっと、うん、それがなんだろうな、悪い方向では言ってほしくないけど、なんか平和すぎるのもなんかなって思う時はある。うん、きっと平和に仲良くやりたい子もいると思うから、私みたいな人がいたら邪魔なのかもしれないですけど、でもアイドルってそういうものじゃないのって。仲良くしたいのなら部活でいいじゃんって思っちゃう。そう、それが嫌ならやめればいいじゃんって思っちゃいますけど。そう、仲良し恋しみたいな感じが嫌で、私は。うん、別に仲良くしてることは全然いいことだと思うし、私だってね、同期仲良くいっぱいいるけど、それがなんだろう、仕事の時でもそうなのはちょっと違うしかなっていう。そういうの反省会の時とかみんながいる時に言ってる。うん、まず4期は反省会をしないので。なおさんありがとう、クラッカー10個。ありがとう。反省会、うん、たまにするけど、戦友ってやつ。
うん、チャンスね。そうだから歌唱力とかももちろん出るし、自分の歌は自信ないけど歌唱力は絶対に、もうその連絡、歌唱力が来ます、やりますって時からも絶対に出るって決めてたし、自分からそのチャンスをつかまないのはなんでって思っちゃう逆に。そう、反省会しない時としてる時があるので、あのあれなんですけど、最近全然なかったからどうだろう、分かんない。そう、研究生はね、しかも4期なんて入ったばっかりでさ、なんだろう、歌唱力ってさ、だって、いやもうこの話は絶対これすることじゃないからちょっとやめておこう。うん、ファン側からすれば活動辞退されるのが一番しんどい。そうだよね、私もね、オタクだったらそう思うもん。でも安心して、それは絶対にないので、私は絶対に一番に、一番っていうか、あの自分の目標を叶えるんまでは絶対にやめないし、死ぬまでいるつもりなので。だから私がこれからもね、きっと配信で思ったことを言っちゃうから、弱音とかもさ入っちゃうと思うし、病んでるのかなって思うようなことをね、今別に全然病んでないし、今は全然これは前向きな涙なのですけど、なんだろう、これからもきっと配信でなんか、そう、弱音結構ネガティブ発言をするかもしれないけど、うちに辞めるとかいうことはないので、そこは安心してください。俺も一生オタクが確定した。一生リリーちゃんの羊してね。もうとか言ってアイドルにはね、賞味期限がありますから。いきなり現実味、現実の話するけど、まあでもできるまでやりたいかなって思ってるのが本音です。そう、素を出せる。だってこんなにさ毎日配信まだ何1ヶ月ぐらいしかやってないけど、これ素を出していかないと私ダメだと思って、無理だこれ、一生猫かぶってたらやっていけねえって思ったの、途中のどっかのタイミングで。だから途中から多分私が言動がちょっと変わってるのは、猫かぶるのをやめただけです。そう、今何分ですか、もう50分ぐらいかな。え、多分、だって多分みんなが最初に思ってた私のイメージとはきっと違うと思うの、わかんないけど、どうですか、わからない、わかんないけど、なんか私のきっと最初のイメージと私のイメージってどうなんだろう、違うのかな、わかんない。どうなんだろう、ちょっとわからないですけど、あ、日野さんの配信見たい。ぶっちゃけそんなに変わってない、嘘。猫かぶってると思ってた。日野さんの似顔絵まだ見てないんだ。おっとりしてないです全然。話し方はよくおっとりしてるって言われるし、この間もそう、みゆさんに、あのゆなこさんに似てるとか言われたんだけど、全然私の中ではそんなことなくて嬉しかったんですけど。
そう、嬉しかったんですけど、全然ね、そう、なんかあの農業部の時にみゆみゆさんがよなこさんに似てるって、話し方がよなこさんに似てるって言われて、その時にその場にいたメンバーさんがみんな確かにってなってて、全然そう実感がなくて、私の中では。そう、声のトーンが似てるっていうのも言われました。似てるかな、わかんないけど、早口になったりするけど、私オタクなのでそう、でもまあ、でも熱い気持ちを持って頑張ろう、2000頑張ろう、20歳って感じです。でもあのやっぱりそう、でもね、今日めっちゃ話変わるんだけど、日野さんから一緒にお酒飲みに行こうねって LINE が来てました。嬉しかった。協調性忘れないでね。協調性って何なんだろう、難しいね。私は集団行動が向いてないんですよ、昔から。だから結構わからないけど、押します、だって、ありがとう。そう、グループ活動してる限り、そう、分かってるんだけどね、別にみんなには全校ってオタクがいてほしいわけではない、全くなくて、そのみんなも思ってること言ってほしいし、でもそれは今言ってほしくないなってこともあるんですけど、そのだろう、うん、別に全肯定でいてほしいわけではないのでなに、一応同期で仲のいい子や、言いたいことを言える子はいるんだよね。うん、ちゃんといるから、そこは大丈夫だよ。私割と、私は同期にも思ったことをすぐ言っちゃうんですね。それでまあよく喧嘩するんですけど、私多分一番同期の中で、4期の中で一番誰かと喧嘩してる率が一番高いの私だと思うでもちゃんと仲直りしてるけどね、毎回。でもそれ、うん、なんか裏でさ、思ってることをその場で言わなくて裏で言うのが一番嫌だから、私はそういうことになるぐらいならちゃんと正直にさ、その人に直接言えばいいじゃんって思うの、私は。戦闘民族うん、協調性も大事だけど、大事にしすぎて我慢して言えなくなるのは違うと私は思ってる。伝わってる、本当にありがとう。なんか、そう、それも言わない優しさっていうのもあると思うの分かってるんだけどね。
でもそれって優しさじゃない、なんか言うのも優しさじゃないかもしれないし、逆に言うのが優しさなの時もあるし、難しいよね。今時のことは思えない、いい意味で。俺はそういうのが苦手、面倒ですぐに距離取って終わりにしてしまう。そうだよね、それがね、これが学校とかだったらさ、それでいいんだけど、部活でも学校でも部活でもなく仕事なので、あの、なんだろう、距離を取ろうって思えないっていうか、無理なんで。うん。職場なのでね。そう、みんなもお仕事いろいろあると思うよね、きっと。みんなもきっと人間関係とかいろいろあると思うけど、頑張ろうね。メロメロメリーって言ってたことは思えない暑さだった。あれは言っとくけど結構猫かぶってるから。まあきっとこの配信見てたら私があれどう考えても猫かぶってるってわかるよね。仕事こそ流しちゃうの、揉めると大変だもん。え、逆に私はそう思わないタイプなんだよね。揉めてなんぼって思ったら嫌おうよって思っちゃうし、なんかその思ったことは言い合えない環境が嫌だから。猫5匹ぐらい飼ってたです、本当に。55分になったら教えて、誰か。もうなってるかな、ウインクしなくなった。ウインクすればいいんですか。メラメラ担当嫌だ。あなた男女読みます。13位、まさふみさん、ありがとうございます。21日待ってます。12位、たかみんさん、たかみんさん今日もありがとうございます。11位、わたちゃん、あとずつ TT さん、ありがとう。白山神社、ありがとう言ってくれて。10位、りおんちゃん、りおんちゃんありがとう、早くまた会いたい、喋りたい。9位、かつやねじてよてたこし、あと今日のメリには心動かされた感動を執事、ありがとうございます。そんな大したこと話してないけど、私の胸の内をただ語っただけです。ありがとう。8位ミスターさん、ありがとうございます、いつも好きって言ってくれてありがとう。7位タヤさん、タヤさんだってウケる。なんかさん付けしてるのおもろいな。ありがとうタヤ、ありがタヤ、ありがとう。暑すぎて引かないで。6位東郷さん、東郷さんありがとう、ありがとうございます。東郷さん、5位なお、あとタクトさん、なおさんだ、ありがとう。なんか久しぶりじゃない気のせい、ありがとう。なおさん4位、トシさん、トシさんありがとう。明日来る、もしかして、わかんない、来るかな、ありがとう。3位リュウセイ、あとメリちゃんです。リュウセイありがとう、ありがとう、一生私の羊でいるんだよ。2位、ラーメンマンさん、ありがとうございます。ラーメンマンありがとう。明日楽しもうね。1位、達也ピアットメリーちゃんの羊、ありがとう達也くん、頑張ろう、一緒に羊頑張ってこう。ありがとうございました。そう、配信時間が伸びましたので、ありがとう。また明日何時にできるかな、わかんない、公演終わって
明日そう前座なのでそう夜だけだけど平日なのでお仕事終わりとかに来てください。ありがとう。これ勝手に切れるまで待ってようかな。ありがとうございました。今日なんか胸の内全部話しちゃったありがとうね。何時今？59分ぐらい。あと2分ある。あら終わるか終わるかな。じゃあ明日劇場行ける？マジ？やったー。なんか伝えたいことないですか？私にないか。うん、また。うん、うん、20日も行きます。ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。ありがとう。優しいね、みんな。ありがとう。大好き。バイバイ。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。おやすみなさい。あ、気まずい気まずい。早く終わって。気まずい気まずい。おやすみなさい。